はい。皆様おはようございます。札幌郷土探究チャンネルです、えー。今回ですね、ちょっと札幌市のこの河川モーズっていう、まあ、地図があるんですけれども、えー、こちらでですね、ちょっと気になる河川があったので、えー、見ていきたいと思います。場所的にはですね、中央区の、まあ、丸山ということになります。まあ、住所的には宮ヶ丘とか、あの、丸山西町とか、そっちの方になるんですけれども、 だうんとお母さんこれですね「北三条川」というのがあって非常に面白いなと思って今回ちょっとフォーカスを当ててみました「北三条川」っていうことなんですけれどもおそらくっていうかまあざっと見てもそうなんですけれど この北三条っていうこの上丁目が川の名前についてるってなかなか珍しいんじゃないかなと思います。川の名前といえば大体はこう、北海道なら番号とか、南番排水とか、南号排水とか、一号排水とか、まあそういうパターンか、まああの、アイヌ語由来、まあハッサム川、 ことに川とか、豊平、まあ、トイピラーとか、不思考とか、まあ、そういうアイヌ語ゆまあ、もしくは和名、番号以外の和名で言えば、まあ、例えば、昔あった施設の名前。例えばですけど、競馬場排水とか。まあ、それから、地主さんの名前とかですかね。吉田川とか、まあ、そか山本川とか。まあ、そういうのが、まあ、和名地名。まあ、あと、囚人が掘った時に囚人が、 赤い頭巾をかぶっていたから赤ん坊川とか赤棒川とかまあそういうのがのとかあの鉄北とか、えー、そういう感じかなと思います。はい、なんですけれども、えー、ここの川に関しては珍しく北三条っていうことになってます。 流路を見てみるとですね、丸山西町のこれあのなんか教育研修所だとかなんとかっていうちょっと施設があって、そのあたりからですね、この藻岩三例通りに沿ってこう、ずっと暗渠そしてなんとですね、ここで一瞬だけ名虚があって、北一条の、えー、少し南側ですかね、北一条通りの南側でまた暗渠という。途中で丸山側が合流して境川に えー、これはあれですね環状通りと北三条の交差点なんで多分西28丁目駅とかあの辺かなと思うんですけれどちょっとその辺りで境川に合流するということなんですねで最初見た時にあの北三条川こう道路に沿って直線的だったりするんで単なる排水河川かなと思ったんですけれども、まあ、北三条っていう名前が面白くてちょっと調べてみるとですね これがまたおそららく昔からここに流れている天然河川でありそううとということですねまあそんなこと言ったら丸山川だって隣流れてる丸山川って天然河川じゃんっていう感じなんですけどもまあほとんどまあ境川もほとんどっていうかもうほぼ全部もうここまで来たら排水河川というかんていうか暗渠河川になっちゃってるんであれなんですけれどもえー、まあこれはこれでですね、えー ちょっと面白そうだったので見てみましょうっていうのはですね実はこの流路に当たるところの北一条通りのここなんですけれども昔沼があったんですねあったようなんですねいや私は見たことないんであったようなんですね昔の陸軍測量地図とかを見ると ここにですね沼が描かれていて、まあ、いくつかこの辺とかにもあったんですけれど、まあ、それにそういえば流路が合致してるなぁと思ってちょっと気になったんで調べたっていう感じですでどういった沼がどういう感じだったのっていうところなんですけれども、えー、こちらの コンパニオン、わらじやの全国道路地図帳なんですけれども、これ実はあの私、民間地図の時代のズレっていう動画で、まあ、ご紹介させていただいて、たびたび出てくると思うんですけども、これ実はですね、1975年観光の地図なんですけれども、まあ当時、ほんと昭和50年代、40年代の,この全国版の地図で北海道って結構、まあ言い方を悪い言い方をすれば適当にあしらってて、 いいつののの時代地地図図使使ってんのっててんんううような、えー、地図が結構使われてきたりするんで,す、ね、で、すねこれも1975年観光の発行の地図なんですけれども、まあ、この札幌市街図を見ると、まだメムから川が流れていたりするわけですね。このヌープサのメムとかからね、こう川が流れているんですけれども、えー、こちらに関してもですね、なんと運よく描いてありました、ここに。これ、北一条通りですね。で まあ丸山公園ということで神宮とかがあるんですけれどもここにですねこれ名虚になっているところ描かれているところですよね名虚として描かれているところに少しこう水の流れが描かれていて沼が描かれておりますはい1975年なんですけどね丸まだ「と谷町宮の森とか「と谷町山手」とかそんなね地名が書かれてますね はいでまあ、こっちが、まあ、丸山川ということになるんですけれども、まあ、丸山川も、ね、この辺で安居に入ってしまってますで北三条っていうことでここの通りですね北三条、まあ、残念ながらここより下流は描かれていないんですけれどもよくよく見るとですねこの川の角度っていうのがここの角度と、まあ、近しいとえこっちっていうのは琴仁町の角度でこっちっていうのはまあ いわゆる札幌市、まあ、もしくは藻岩村もしくは丸山町なんですけど、まあ、の札幌市の角度っていうことになるんですけれどここがですねちょうど今の西区と中央区の境目で西30丁目とかあと宮ヶ丘とかそういう住所の辺りでちょうどまあそういう中央区と 西区の境目であり、琴荷町と札幌市の境目であったとっいう場所なんですね。で、こっちに関しては、この境川というか、まあとは琴荷川に沿ってなんですけれども、このまま直線上で、ですねこのように、えー、市境といばいいんですかね、境界線は敷かれておりました。その境界線上をですね、一瞬この川というのは流れて、で北三条沿いを通信、えー、するわけですよね。で この辺りは一体これ何の沼なんだろうって以前は思っていたんですけれども、あのー、まあ、陰影起伏図とか、あと色別標高図っていうのがあるんですけれど、それを見るとですね、まあ、どうもこの辺りっていうのは、この琴鳥川とか、この丸山川の扇上地の先端部分、まあ、末端部分に当たるということで、この辺りから、こう、なんていうんですか、 坂が始まる。これよりも北側というのはもう平地っていうような場所になるんですね。もしかするとこれもまあ一種のメムであったんではないかというような気もするような感じがするんです。で、いくつか沼が描かれていて、なんかこの辺りとかにも古い地図では沼が描かれておりました。でここで少し古い地図を見てみようかなと思うんですけれど。 これがその、大正時代ですね。大正5年の札幌。これちょっと結構広域図なんで、ちょっと見えづらいかなとも思うんですけれども、えー、神社通りということで、これが北一条かなと思います。で、ここ札幌神社ですね。で、よくよく見るとですね、ここに沼が描かれております。ただこれはですね、流路は、 こう道の上には描かれてはいないんですけども、ここに一瞬ですね、ここもやっぱり描かれております。で、この角度に沿ってですね、ここに、えー、境界線が描かれておりまして、その後、えー、下流部分でですね、この境川とか琴谷川とか、まあそういったところのなんかいろいろ分流したところで、まあ、描かれています。これ当時は、まだ萌岩村かなにな でますんで、一応こっちがう岩村と札幌市の境界線。まあ大体西20丁目とか西24丁目とかあの辺ですね。あの中通りとか通るとわかると思うんですけど、急に道が狭くなるんですよね。あの辺りで。西20から24丁目の辺りで。まあ気になる方はね、Google マップとか見ていただくとわかる急に車線が減ったりしますからね。で、こっちがう岩村と、その、 ことに村の境目っていうことになりますね。はい。で、まあもう今はなきよ、まあ河川神奈川とも思います。まあこっちの方がないのかな。こっちの方が、まああれなのかな。境川ですけれども、まあ境目っていうことで境川なのか、何なのかっていうところですけれどもね。ということで、まあ大正時代ぐらいにはすでにまあ、まあ、沼っていうのがあるっていうことですね。で、この これだとちょっと見えづらいんですが、えー、昭和43年の方も一応確認しておきたいと思います。ここですね。運動場、丸山公園。まあ、すでにですね、沼は、えー、埋め立てられてしまっておりまして、まあ、運動場とかっていうのもできております。特にですね、こちらは河川のようなものというのは描かれてはおりません。 えー、ところがですね、こちらは、ま、昭和40年頃の地図なんですけれども、まあ、これもなかなかね、あの、帝国書院のやつで、時代のずれというかね、歪な感じになってるんですけれど、まあ、昭和40年頃の地図に、発行年が昭和50年代なので、あの、振動が書き足されていたり、書き足すだけで地図そのものを改定してるわけではないので、 結構ですね、あの、いびつな地図なんですけれど。まあ、これを見るとですね。うんと、ちょっと丸山ですね。あ、丸山。うんと、丸山、ここだ。こっちが丸山ですね。まあ、グランドと書いてあって。まあ、特に、えー、こちらに関しても川というのは描かれてはいないんですが、<laughs> まあ、ここですね。ちょっとこう、 高低差が描かれていたり、ここもそうですね、ちょっとこう描かれてお、まあ、ります。まあ、地面のこれ境目でいいんですかね。まあ、この地図の記号は分かんないんですけれど。まあこういう,こう堤防とかそういった場所によく描かれている線なんで、多分土地の高さが急激に変わっているとか、まあそういうところかなと思うんですけれど。えー、これを見るとですね、まあこの流路があったであろう、この ちょうど角,角度が変わるところの間にですね、もうこう土地の高低差が描かれている。で、さらにですね、まあ、こちらを見ると、等高線がこれ見やすかったんで、これ実は出したんですけれども、この流路跡に沿ってですね、こう、地面がくぼんでいるんですね。で、この森は三令通りにあたる、今の森は三令通りにあたるところも、この西側に一本、こう、くぼ地があるっていうことですね。で、ちょうどこの辺りからこう流れて、こういっ いたんですけれども、まあ、ちょうど地面がくぼんでいるっていうことで、まあ、天然河川であったであろうということですね。で、昭和40年頃の航空写真を見ると、確かに、萌、ま、え、あ、は三例通りに沿ってとかで、あの、あるんですよね、川自体は。まあ、もう直線化みたいな感じされてるんであの、どうにもね、人工河川としか見ることはできないんですけれども、まあ、あるにはあるっていう感じです。 まあこれはちょっと多分見る必要もないかなとは思うんですけれど一応この昭和60年代の詳細な道路地図があったんで一応見てみたいと思いますちょうどこの境目ですねこれこれが流浪跡ということになってますまあ見るとちょっとねこうくぼんでますね地面がはいまあそういう感じになってます まあ、そんなに多分水量のない河川なのかなと思います。明治時代とかの地図とかにも特にですね、あの、流路が描かれているというわけではないので、沼が描かれていることはあってもっていうところです。まあ、例えば、これはいつの地図かな明治かな 明治43年だと思うんですけれども、違ったかな、そうです、明治34年でした、の地図なんですけれども、まあ、これ当時はね、この札幌市街地って、この西二十何丁目までしかなくて、丸山村なんで、まあ、市街ということで描かれてはいないんですが、まあ、ここに札幌神社が描かれてますね。特に、まあ、この辺に関して、まあ、描かれてるかって言いますと、 とえー、と北一条に沿っててては描かれいとまあここにですね神社の東側に一本川は描かれてはいますけれどもまあ果たしてこれがそうなのかって言われると龍路は北一条に沿って東進してますね。 まあこの頃はもうちょっと多分この辺もいろいろ川があったんでしょうという感じもしますまあ、ちょうどこの辺が洗浄地の末端ということで、まあ、おそらく各消火栓いろいろあったんじゃないかなというような気はしますでこれが大正かなこれ大正10年の、えー、まあ これも札幌地図、まあ、これになるとね藻岩村ってなってますけれどもやはりまあ西20丁目かな20丁目とかでこう境目が来てるんで藻、えー、岩村の方は特に描かれてはおりませんが、まあ、これを見る限りでは、まあ、神社の西側に窪地は東高線で描かれておりますが河川そのものに関しては、まあ、やはりこの丸山川のみというふうになってます。 まあ、ここまで来るとね、昭和の地図もあるんですけど、まあ、大して変わらないんで、当時もまだね、昭和も戦前は丸山町ということで、まあ、札幌ではないんで、どっちかというとね、この地図も豊平方面とかはしっかり、やっぱり豊平はね、札幌市なんで分かれてるんですけれども、まあ、残念ながらそんなに丸山に関してはっていうようなところになってますね。 はい。まあ、丸山川というのは描かれてますけれども、まあ、残念ながらというところです。はい。で、一応ですね、Google マップを見たならば、特にこの名曲部分に関して水は描かれてはいないんですけれども、この部分ですね。 あの他の地図アプリマピオン地図帳とかそういうのを見るとですねここにあの水路が描かれておりましたで色別標高図とかを見ても地面に高低差ができているんですねここあとあの陰影起伏図とか地形図とかみたいなのを見るとここに地面の高低差ができていてあと 北一条通りの北側のここに関しても、まあかなり標高が、まあズバッと変わまあ急激に変わっているかつ、あの、まあ陰影起伏図れもちょっと出ているということになります。で、まあ、Google のストリートビューもちょっと見てみたんですが確かにちょっと段差のような坂道になってましたね。 で、この名曲部分に関しては、まあ、水が流れてるのかどうかっていうところに関しては、ちょっとね、今、今日10 12月30かな。なんで、多分今行ってもめちゃくちゃ混雑していると思うんで、車も止められないだろうし、まあ、せいぜい雪が溶けて、まあ、駐車場もこの辺高いんで、まあ、自転車でこう行くかなっていうところですね。まあ、実際の現地探索に関しては。 そういう感じかなぁと思ってます。まあ、もしくはね、西28丁目駅で降りて、ずーっと北三条から、まあ、歩き通すかっていうようなところかなと思います。はい。まあ、どちらにせよ、雪が解けたらかなぁと思ってます。まあ、今回はちょっと資料で当たってみている感じなところですね。まあ、下調べっちゃ下調べですかね。現地探索に向けた。 はい。まあ、ということで、今回はこの河川もずれ見つけた、この北三条っていうね、非常に面白いネーミングのついた川があったので、まあちょっといろいろ調べてみましたということで、はい。えー、まあ多分今年もう動画を出すことはないと思う。あ、出すのかなわかんないけど、はい。もしかしたら出すかもしれません。気が向いたらもう一本今日撮ろうかなと思うんですけど、まあさすがにですね、 今はもう12月30っていうことでもう私も普段その雑工みたいな感じで解体現場とかに行くんですけれど工事がもうないんで年末年始でね年明けも多分暇なんですよねまあ便利屋副業でやってる便利屋の方が依頼があればまあやってるんですけれどもまあこの年末ですからねまあなかなか仕事もないということではいえ今回はですねえ北三条川というところにフォーカスを当ててまあちょっと いろいろと地図を漁ってみましたということで本日もご視聴ありがとうございました